市民雪像は大通会場の3丁目と9丁目で78基が作られます。このグループはゴジラの模型を見ながら大きな雪のブロックを削っていき、細かい部分まで形を整えていました。ゴジラの鱗を作っています。トラッキーです。優勝したんで記念にということで、今年も市民雪像のテーマで一番多いのは漫画やアニメのキャラクターで、全体の半分を占めるということです。札幌雪まつりは来週日曜日に開幕します。